オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンです。来ました、バレンタインデーガチャ。なんか金クラからすごく早く感じますね。はい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 、エプリルシオンエレノア、バレンタインデーキース。はい、というわけでシュガーリーホームですね。こちらの3体が今年のバレンタインキャラで登場します。これいけるのかな。いつもねムービーが流れて、これは速攻スキップして早速ガチャいきますか。まあ、今回もいつものように、22連だけ用意しておりまして、バレンタインキャラはそこまでねいつも相性いいわけじゃないんですけど、まあ、なんだかんだ引けてるっていう感じはありますかね。ティナも持ってるし去年の、早速引いていきますかね。はい、欲しいのはね3体のうち1体でもね出てくれたらいいんですけど、どうだ。ちょっと太めのロードでしたけど、わお、一応後ごみったな。あれ来ちゃう、早速。なんか今回のキャラクターのねスキルモーションとか見たんですけど、意外に使いやすそうなキャラは多かったので、あとはね今の白猫のインフレもありますので、どんだけ火力が出るかっていうところですよね。そこが今は一番楽しみになってますよ。インフレ止まれ止まれ、2体ぐらいはたまには、たまに今のロード違う、止まれ、一杯やります。あー違うか、あー来た、初エプリル。さあどうでしょう、もう一回やった、とりあえず安心。やっぱ労働はそろそろね信憑性来ましたね。労働の信憑性ね、次ぐらいでもうなくなる可能性はある、本当に新キャラがいなかったら。嬉しい、ありがとうございます。もう11連エプリル、これだったらいいな。さあロード来いよ、ロードが来ないと、あ終わりか、終わりか。楽しかったなガチャ。まあ、なんかねエプリルは持ってないんでね性能そんなにわからないんですけど、いいですね。魔術師のシルバー、俺の言うことシオン、エレノアやっぱり欲しいですよね。エレノアもうやり強化ですからね今回ね。さあ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 、おー引きがいい、これちょっと引きが良すぎるな。引きが良かったですよ。いやーありがとうございました。この後はまたいつものようにライブ配信でもう11連引いて、あとはまた性能を見て追っかけるかどうかですね。いやーよかった、とりあえず安心です。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。明日に投げた想いは羽を生やし空を駆け巡る、そして浮かした体は全ての未来を連れてくる。